にゃんせよハリニミだ。はい、久しぶりです。家でカメラ回して動画撮影するのがすっごい久しぶりなんですけど、今日はね、あのスナップスっていう写真とかをねプリントしてグッズを作ったりできるものがあるんですけど、アイドルの写真とか自分の写真とかでカレンダーとかシールとか名前シールとかもいろいろ作れる、そのねスナップスっていうところで注文したものが今日届いたので、そちらを皆さんとね一緒に見ていこうかなって思います。では始めたいと思います。まずこちら名前シール、キムハリンっていう韓国名のと、これ自分私の本名夏美と大学のね学番学年を入れたシールをこうやって頼みました。次じゃんカレンダー、なんかねポスター3枚こうやって同じの2つと他のやつ頼んだんですけど、あの私成人式に前撮りができなくて、こういうなんか写真がね大きな写真とかがなかったので、カレンダーにこの成人式の写真をしてみました。これは実家とね祖母の家にでもあげたいなと思います。次シール、マカロンのね可愛いお気に入りの写真、これなんか寝てるバージョン、これはハートとかこれ柄も全部変えれたんですけど、ハートが可愛いかなと思ってハートのシールマカロンの写真にしてみました。可愛いなと思う写真で作ってみました。いろんな大きさもあったし柄もいろいろあったので、シールもねデザインすっごいいっぱいあったので、よかったら見てみてください。次じゃーん、ノートマカロンの、こいつ可愛くないですか。このデザインとかね、ここはなんか元からアプリであるデザインにこの写真だけをこうね入れれるみたいなやつなんですけど、こっち彼氏とのツーショットで、中身は横線こう線のやつとかマスのやつとかスタディープランナーっていうんかな、韓国のあの勉強するスケジュール立てるやつやったりとか、こういうノートじゃなくてリングタイプになったノートとかもありました。で次はこれじゃんでこういう感じのなんですけど、後ろにねこの枠がついててこうひっつけて立てれるようになってます。部屋に飾ろうと思って頼みました。なんかデザインもいろいろあってね、これはなんかここに英語がこう入るデザインでした。次じゃん、写真、なんかこれもねめちゃめちゃいろいろ種類あったんやけど、みんなでねなんか友達の写真とかここに印刷して下にねこう寄せ書きとかしてもすごい可愛いから、プレゼントとかにもねいいんじゃないかなって思います。私はマカロンの写真にしました。で最後じゃん、カレンダーです。こんな感じで写真、こう自分のお気に入りの写真をカレンダーにできるんですけど、色とかねデザインもめちゃめちゃ種類あったから、私はこれにしたんですけど、こんな感じで使いやすいデザインとか大きさもめちゃめちゃいろいろあったし、こういうのねプレゼントしてもすっごいいいんじゃないかなって思います。可愛いよ、こうやって写真入れて彼氏のプレゼントとかにもいいと思うし、アイドルにね好きなアイドルグッズ作れたりもするし、私はこんな感じのものを注文したけど、アイドルのスローガン作れたりとかカード作れたりとかね、アイドルの写真とかでしてみてもすごいいいんじゃないかなと思います。こんな感じで私は適当にお気に入りの写真をバンバンぶち込みましたはい、こんな感じです。どうだったでしょうか。もしね気になった方はぜひ、日本のバージョンのアプリもあるみたいなので、私は韓国で注文したんですけど日本のねアプリもあるみたいなので、ぜひ皆さんね気になった方はぜひチェックしてみてください。では最後まで見てくださってありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。ハリンでした。バイバーイ。